はい、はい、おはようございます。おはようございます。今日はアコーディアガーデン東京ベイさんに、お邪魔してます。はい、あきちゃんです。はい、あきです。そして宮田とみかプロです。じゃあありがとうございます。カメラ純です。はい、お願いします。お願いします。緩い感じでスタートしました。はい、はい、前回インドアスタジオでレッスンさせてもらって、はい、結構やってるんですよ。お、あれいいで、ね、でも合ってるか分かんない。ちょっと今日もう一回復習で見てもらって、はい、で今日はなんとまたレッスンをしていただけるということで、はい、よろしくお願いします。あきちゃん緊張してますか？してます。してますね。一人初めてだもんね。あ、そうなんだ。確かにね、確かに、MC みたいなの初めてだもんね。確かに、今日ちゃっかり、ちゃっかりなんかやってますね。いい感じです。あとね、前回ドライバーがおかしいって言ってたから。そうなんですよ、ドライバーね、うん、そうなんですよ。ここはシダクラブだったりとか、うん、新しいクラブ結構あるから、うんうん、まあなんか、あきちゃんに良さそうな、確かに、クラブ選びを、まあ、クラブ選びと、まあどうやって選んだらいいかみたいなのはね、うんうん、そうですね、ミカプロの、はい、こう所作を所作を確認して一緒に見ましょう。めっちゃいいですね。前回左向いちゃってたけど、ペースが、そうですね、机の、ね、机の方がいいって言ってもらったんですよ、うんうん、なので今日はシダクラブを見てレッスン受けちゃおうかなということで。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新しいドライバーもここにはあります。ね、ありますね。え、ミカプロってこういうの見る機会あるんですか、うん、こうなかなかないです。やっぱりでもすごい面白い。そうなんだ。私もちょっと詳しくないから勉強しながら。インプレスの UD クラス、まあまあすごいですね。これすごくないの。なんか見た目がちょっとかっこいい。かっこいい。でもここは、お、すごっ。あ、かっこいい。なになに、ほら、なんか光るのかな。ねえ、光らないでしょ。こんな感じ。こんな感じですか。あ、めっちゃ大きい。すごい、なにこれ。なんとも言えない。でもこれ、いわゆるスクエア。いや、弱円はではない。こうなってるかも。かぶってる。かぶってます。あ、でも女性用クラブってやっぱそうなってるんですか。多分、あのボールを捕まえたいっていうのを優しく作ってくれてるんだと思います。今の私のドライバーはまさにそれですよね。こっちよりこっちの方が座りがいいのかな。あ、若干左向いてるの分かりますね。ね、てかこれすごいな、その線が。あ、デザインここがすごい。確かに初めて見た。でもこっちはなんか女性貝殻みたい、うん、女性らしい。おしわみたいね、かわいいね、うん、かわいい。こっちはちょっとなんかかっこいい感じだけど、コンセプトなんだろう、うん。確かに答えがないまま感想を言う。、うん、それは何ですか。こっちの方がここよりはスクエアに近いかな。これブリヂストンのクラブ。本当だ、ブリヂストンの方がスクエアなんですかね。うん、ね、そんな気がします。あ、これなんか高校かな。こっちこっちこっちで、これが一番左向いてるような気がする。うん、うん、これをまっすぐと見て、かばえてみたいな。なるほど。あ、でもこれ、右行っちゃいそうに見える。右？こう持つと。え、でもちょっとこっちかぶってない。かぶってる。まっすぐって多分こうだから。言われてみたら。本当だ。なんかここの角度で錯覚されますね。あ、そう、そうそう。でもこの2つだったら打てると思う。この2つ、うん、とセクシオとブリヂストン、ブリヂストン採用。なんか最近このシャフトすごい、ね、スピーダー、スピーダーかっこいい、ね、人気ですよね、スピーダーって。うーん、ですね、結構みんなそのシャフト多い。まあでも私は気持ち悪いわ。やっぱスクエアじゃないから。スクエアは全然まだあれなんですけど、ここのこの顔が見えるの、構えたって。あ、こうですよね。そう、めっちゃ面積が見えるじゃないですか。うんうんうん、
私見たくないんだよね。でもロフトがあるからそうなっちゃうのかな。13.5 です。確かに。だからそういう風にここが後ろが出ちゃうの。うんうんうん。これは？上がっちゃいそう。これ 11.5 だもん。ほら。確かに。こっちの方が見えない。見えない。こっちの方が安心するかも。うん。まあ 13.5 要は高く上がるってことで。上がりやすい。ですよね。うん、でもこれどっちもっていいと思いますよ。いいです。うん、貝殻は不眠？見てみます？貝殻も一応打ってみる。12度。まあでも 13.5 度よりもちょっとかぶって見えるってことですよね。12度でも、うんうん、そうです。貝殻の方がその線も関係してんのかな。かもしれない。色がグレーだし、うん、消してるのか。ヘッドすごい大きいですね。でかい。760ぐらいかな。でかさ伝わるかなこれ。でかさ、でめちゃくちゃでかい。構えるとでか、あ、ごめん。構えるとでかい。カメラだとあんまりわかんないですよね。なんか平べったいですよね。そう。いやでもこういう風にクラブ見たことなかったからめっちゃ楽しい。確かに。なんか打ってみたぐらいで気持ちいいか気持ち悪いかみたいな感じだったら、うん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 、そんな細かく。見ないですよね、うん、見ないですね。だいたいお店の人が何本か持ってきてくれて、うん、それ打つぐらいしかないから、うん、そうか、まあ、自分こうこう選んで、しかもプロと見てみた。贅沢。めっちゃ新鮮、めっちゃ贅沢。じゃあ、あっちはどっち？あっちも見てみます。一応ね、中古クラブがね、何個かあって、うん、マキちゃん今何のクラブだっけ、ドライバーは。今セクシー用の、うん、8とか9とか、うん、9とか10よりは前だった気が。ボールドってすごいね。このクラブもめっちゃあるよ。もうずらーずらー。どれですか？あ、赤。かわいい。赤なんなどこの？セクシオで。あ、セクシオ。ボールド。へえ、そんなのあるんだ。初めて見た。ヘッドを見せる。これの色違い？なんか今までのボルドーとも色違う気がする。今私ボルドーなんですけど、前の方のボルドーで。これとこれだと違いわかるかな。どう？何度だ？これ10.5。あ、じゃあ角度。角度。うん。これ立ってる？開いてる？開いてるように見えます。あ、これ12.5だ。うん。1度だけ。どっちの方が良さそうですか？青？赤。これ色の違いって何か違うあるんですかね。いやー、メーカーの気分。気分。でもこっちも構えやすいと思う。うんうん、ボルド？うん。要は今使ってるやつの進化系。ああ。やっぱりこれスクエアではないですよね。まっす、綺麗にまっすぐじゃないです、うんうん。ちょっとだけ入ってます。でも私が今持ってるやつよりは随分。随分。全然。確かに。確かに。でも同じゼクシオ系だけで安心感はあります。ちなみに中古でいくらなの？これも中古？それも中古。59,000円。もっと高いと思う。あ、確かに。11度。立ってるんだ。ただ私今使ってんの多分12.5。でもやっぱ高いなって思うんですよ、ボールが。うんうん、11.5 とかでもいいかな。あれってさ、ボールの高さで決めていいものなんですか？合う合わない。あ、どうだろう。顔もある。顔もあるし、自分がどの高さが好きかもあるし。あ、好きで選んでもいいんですね。好きで選んでもいいし、あと打感もそうだけど。あ、じゃあそこまで私こだわったことない。でもこの角度すごい安心です。でも、うん、見えなくても飛びそうで安心しますね。うんうんうん、ちょっとやってみたいけど。これはどこですか？ブリヂストン。これはブリヂストンです。え、いくらだと思います？
7万7000円。安っ。え、よかったら買って帰ろうかな。この値段はなんか買っちゃってもいいやってなりやるんですか。1万7000円すごいね。こんな前のやつなんですかね。全然わかんない。違うやつなんだ。中古っていいな。え、でもこれ R だ。あ、じゃあちょっと硬いかもしれない。 L ですよ。A。 A って何ですか。2個目。何 A って。なんかあるんですよね。 L が一番ブヨブヨで、その次が A で、で、その次が R。 マジ初めて知った。でもなんか女子プロでも A 使ってる人いる説ありますけど。そういないのかな。R？ 私が知らないだけ。私 R。 あ、SR か。 R。 あ、SR。 SR はもう一個硬い。R より硬いやつ。 R より硬い。で、その時は S。 S で、X。 うん。え、でもこれ打てると思う。 R。 あ、ごめんなさい。うん、やってみたい。ウィリストンね、なんか結構良かった気がするんですよ。あ、本当ですか。うん、なんか絞るとなのか。私この4本でいいと思うんだけど。なんか全部選びましたね、贅沢に。これはでも今ちょっとこっちに今気が向いてるんで、ね、こっちね、貝殻必要かみたいな感じには。貝殻は持っていきましょう。じゃあ一応ね、新しいクラブだから。そうね、ニュークラブだから。うん、あ、確かに。そうそう、こっちはそっか、中古。これでいいと思います。じゃあ、あっちに行って、はい、打ってみますか。はい、はい、ね、自分のドライバー持ってきて買い取りしてもらえばよかったか。あ、それはありだね。今日持ってないのか。今日持ってないんですよ。はい、行きまーす。モーニングアップ。モーニングアップ中です。確かに珍しい。今ピンクになってます。ちょっとだけ。でも最初よりは全然。最初よりは、なんか降りますいな。これもシダクラブです。シダクラブ。多分新しいとこにあるよ。新しいやつ。イレブン。レクシオのイレブン。今これやっていい？うん。前回のじゃあおさらい。前回のおさらい。野脇ちゃんなんとベスト更新されたそうで。そうなんですよ。いつですか？ついに87。すごくない？ 80 代すごいですよね。でもそう、1回だけ90切ったことがあって、はい、そっからもう1年経っちゃって、なんかもうやっぱ90切るの難しいなって思ってたんですよ。そしたら1年超えた、やっとこの間87。すごい。いや、でもまぐれになっちゃわないようにちょっともう1回ぐらいまた出したいんですけど。やっぱレッスンとかその体の使い方とか、うんうん、ミカプロに教えてもらったのはあるんですか？いや、全然あの後安定感が違くて嬉しいです。なんかおかげでドライバーとセカンドがめっちゃ良くなったんですよ。へ、うん、で、ツーオンもできるようになって、パーオンもできるようになって、あとアプローチとパターだなとかって思ってて、うんうんうん、くすぶってたんですけど、うんうん、なんか切れて、すごいすごい。これ結構安定感の使い方でもなんかこれで合ってるのかが分かんなくて、うんうんうん、で忘れた時にこうなんか右足左足スクワットするような感覚っていうのを思い出すんですけど、うんうんうん、合ってます。うん、最初に全然できてると思います。あ、本当ですか。うん、あ、やってた効果が出てる。ちょっとやるかも。痛くてなんか変な動きしたじゃないですか。多分ここら辺に前回のやつが流れてる。なんかこうだっけ、あだっけみたいなやつだけど、結構これすごいよ、ちゃんと動かせてる。てます、うん、でもまだちょっと横になってるから、こう横にこうなってる感じがするから、うん、もっとこういう感じか、こう極端に前後。そう、前後。あ、プルプルする。え、なんか変わってます。硬い。極端にここに入れて、ここに入れてやる。最初は、うん、そうこれやった。次の日マジで筋肉痛だった。そうそしたら私がちゃんとこういう風に今動いてます。うん、なるほど。これめっちゃ効くんですよ。効く。なん
る乗っかる、うん、でもこれで本当に振るだけだって習ったから、その今のバックスイングの動きがしたい。そうか、こうなって伸びちゃってるから、そう、そう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 、これをそうこうですよね。そうそうそう、変ですか。全然いい感じ。でもじゅんちゃんめっちゃ笑ってるできてるできてる、確かに、うんうんうん、そしたら膝伸びないですよ、ね、伸びない、うん、確かに、もうできるできる。これやった後にやるとスライスが治ったんですよ。あ、まだちょっとあるんですけど、たまに見せると、うんうん、見せるとみんなでもこれやってると何って言ってみんな聞いてくるんで、うん、これやるとこれやるとスライス治るんだよって、周り結構スライス悩んでると思って、うん、必ずラウンド前に、ね、ゴルフは大事なので、あとはやっぱこの間上半身もね、今度下を下を動かさない、下を動かさないで、でこうあの箱の中に入ってる、でも下を動かさない、そうそうそう、あ、お腹につく、そう、 そう、オッケーオッケー、よし、温まったところでそう、みんなやりたくなる、ね、見せたいわ、みんなに確かにやってみて、みんなやってよし、じゃあ温まりました、うん、ドライバー行きますか、行ってみますか、はい、お願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。見てくださってよかったと思った方は高評価ボタン、またチャンネル登録お願いします。バイバイ